もしさ、終電大変なのならさ、別に駅に近いから、言ってくれればそう帰れるから。どうも。コピーペースト。コピーペースト。スタート。おはようございます。Mサウエス。通信速度はあ、楽しくありがとうございます。修善寺駅に来ています。おはようございます。さて早速行くか、もう10時過ぎたし。おはようございます。9時半前には着いたんですけどね。いらっしゃいませ。おはようございます。あ、コックさんいらっしゃいます。うわ、危ねえ、マイブレーキかけ忘れてた。婚活頑張りましょう。頑張るぞ。マスク、実はなんか鼻水とくしゃみが少し出てるんで、本格的な花粉症にはなってるのかどうかな、わかんないな。なんか花粉症っぽい症状が結構あります。昨日あたりから。じゃあ早速出発しますかね。写真だけ撮って。今日なんか暑いです。天気いいんですけど、ちょっと空気が曇っています。曇るというか霞んでますね。で、何か組み立てて PM2.5 2.5 ミクロなんだっけ、粒子のサイズの話ですね。いいイベントありがとうございます。花粉症なあ、デビュー、ああどうだろう、まあ関係ないはずはないんで、ある程度黄砂は 2.5 よりだいぶでかいんじゃないのかな。 PM10 と PM2.5 と PM0.1 っていうのがあるらしいですね、調べたら。髪、あ、着てないですね。畑野さんは昨日の夜こっちに来るとツイートしてたけど、時間も何も書いてないからな。いくらなんでも厳しいと思います。今日暑いですね、日向でじっとしてると。半袖着替えの方が良かったかなと。黄砂にくっつくのか。フアラ、これコアラじゃなくてフアラって書いてありますよね。明らかにふわふわだし。つい動画を持ってきたけど、今日の昼は多分電波のないところで食べるだろうし、西の峠のとこで食べると思います。いらっしゃいませ。懐かしい。どこに泊まる、今日松崎泊まりで、なんで伊豆にしたかっていうと、行き先を思いついたから。西の峠来たのは何年ぶりかな、来たのはっていうか登るのは。あれ合ってるよな。うん、半端ない。山越え、そこそこ。松崎猿いましたっけ、私見たことないな。電波がですね、途中からないんですよ。西の峠の景色のいいところはないんです。残念。朝ごはんカレー牛丼、行き先は昨日の夕方頃決めました。何が、河津桜は今日は行かないですね。さっき三島乗り換えの時に埼玉から来たって言ってた銀行の人は河津桜今日見に行くって言ってましたね。その人日帰りで、さっき9時ぐらい、8時半かなぐらいに三島出発して、伊豆半島を河津まで行って、しかも西伊豆ぐるっと回って戻ってきて、日帰りで明日用事があるからここまで臨行してきましたって言ってました。そうじゃなかったら埼玉から自走で来るつもりだったみたいですっていうか、前そうしたらしいです。偉い人がいました。というわけで、すいません、コメント今自分の言いたいことをしゃべるまではコメントを対応できないので。300ぐらい行くんでしょうね。足がですよね、伊豆ですよ、伊豆まで。松田から氷川あったかな、こっちの方熱海には確かありますよね。ちょっと歩道走らさせてください、走らせてくださいと走らさせてくださいはどっちが正しいんですかね。ちょっとコメントが今日聞こえないな、これボリューム下げすぎたか。車多いですね。あと横浜の方からこっち輪行してくるときには下田の方からスタートすることも考えたんですけど、いらっしゃいませ。天城越え、歌知らないですよね、私それ。50ぐらいでいいかな。おはようございます。柱かさせて、なんか音量小さいな。下館ではなくて下田ですね。伊豆急下田駅まで輪行することも考えたんですよ。庭です。西伊豆はなんか前走ったら地獄でした。前ってもう10年以上前か。夏の暑い日に西伊豆の坂ばっかりの海沿い走るもんじゃないですね。どさんこどこ？今日は一人です。渋滞なんでこっち走行なんですかね。ちょい暑いですね。西伊豆の弓ヶ浜とか小学生どうかな。ゼロじゃないでしょうけどね、これまでに。たまに、ちょっと影見せられないな。西伊豆、そうですね。メラの断崖とか、妻が良いと書いてメラ。今日は西名峠はできるだけ素直な道で行きます。もうどこだっけ。岩城浩一さんの誰だろう。今ここ出してるつもりですけど出てないですか。東海バス。お宿安い。今日の宿はですね、素泊まり3500円に夕食朝食つけてトータル5500円かなの、ライダーハウスじゃないけどオートバイをしんとこに予約してます。お祭り山荘ではなくて、今日のは BB ロードっていう、あれはなんだろう、ライダーの宿って書いてありますね、地図上は。伊豆は特に東海岸とかも夏ひどいですよね。おはようございます。ライハじゃなくて晩飯はいくらだっけな。晩飯が1300円かなんか。松崎の予定ルートと違ってるな。どっちに向かってる今。東伊豆に向かってますね。早速間違えた。1キロ近いですね。中伊豆に向かってますね。ちょっと U ターン失礼。登ってるから間違ってないと思ったら、登ってるからこっちでいいんだろうと思ってたら、地図見てなかった。ありがとうございます。1キロ以内で済みました。今日の総合予定距離は60キロぐらいかな。アーツさん、いや地元ってわけじゃないんですけど、ゆかりがあそこ、アーツさんのゆかりがあるところって言ったらいいのかな。多分アーツさんが一時期を過ごしてた、一時期じゃないか、なんだろう、よくわかんないけど深いとこなんですよ、関係が。どうも失礼しました。放送的には、いや絵的にはなんかそんなになんか面白い絵ではないですよね。あとやるんだったらもうちょっと派手に間違わないと取り返しがつかないぐらいのとこに。いや、そんなフラグ立てることないな。らっしゃいませ。朝なのかな。怒り橋、そうそう、曲がんなきゃいけなかったんですね。間違ったのは多分ここの曲がり角だと思います。定時路、新しい橋、よくご存知で。こんにちは。新しい、あれ新しいかな、サボテン公園。あゆみ橋、今日の昼ごはんは多分西名峠の少し下ったところにある、天城なんとか牧場っていうところ、高原牧場かなっていうところのレストランで何か食べようかなと思ってます。これってあれか、熱海とか伊東の方から来てる車か。毎週、いや、いいじゃないですか。単に今まで週末走りに行くとこ思いつかなかっただけですから。あ、いたたたたた、おでこ叩くと今ヘルメットのウェブカメラ叩くことになるんで、あ、いたたたた、あ、触ってしまった。ちょっと上下歪んだら教えてください。実際キットは持ってきてます。キット、あ、いたたたた。そう、片目か両目つぶりながらあいたたたって言わなきゃ。気温、峠登るのはちょっと暑いですかね。いや、わい、普段まだこの辺り緩いですよね。自転車道、ああ、月の先がどうしたってん、本当に今ちゃんとありますね。狩野川沿い、そう、向こうが狩野川ですね。何集計、何集計、なんかコメント早いな。トイレの神様、ですな。4時間、最低6時間。ごそう聞いて。あ、伊豆の助どこ行ったんですか。伊豆の助、私は爬虫類とか両生類も好きなんで、伊豆の助。唐揚げくん、1時間10キロ以下。そういえば天城峠の方に行ったらモッフルがあるんですよね。途中にモッフル専門店が。伊豆の助ってカエルのキャラクターがいたんですよ。おさんしょう、モッフル無料。へえ、あ、旅館ですか。1日100キロ、超頑張れば。ふわら。ああ、でもちょっと向かい風かな今日は。南風っぽいですね。この辺りは神奈川沿いのちょっと平地があるところですよね。平地というか。そうだっけ、サイクリングイベント、神奈川沿いがありますよね、確か。私何見た、見ても難しいな。あれは粒子が細かくて肺とかの器官に入り込んでしまうっていうところが問題でしたよね、確か。ニュースはろくに見てないけど調べた。結構、まあ、私が今日伊豆に来るって書いたのは昨日の夜中ですからね。工事中、カチカチ鳴りますね。あ、そうだ、 GoPro そういえばスタートできてるかどうか確認してなかったな。カチカチ、ヘーリングアップ、SCC ですかね。あ、違う違う、 CSC ですかね。サイクルスポーツセンター。踊り子の道ってどこにあるんですかね。やっぱり天城峠の方ですよね。そう、ウインカー音出しっぱなし。右も左も両方踏み込むときになってるな。おはようございます。 YouTube どんだけ先になるかな。石部、石部ってちょっと南にいたとこだったかな、松崎の町の。実は私サイクルセンター行ったことないんですよ。今日は天城峠じゃなくて、それの西側にある西名峠っていうところ、ウインカーがついてません。道新しいな。道がまあ途中から西名峠の方にそれるんで、そっちはもうちょっと少ないと思います。車フレームあれひどかったですね。あ、これ河津桜かな。川奥様、持ち越し方面、持ち越しはどこだろう。下田港は行く？下田港は明日行くかどうか。明日は多分行くかな。手裏剣と持ち歩いてます。長らく使ってないからって風強え。結局は行く。なんていうんだっけ、今。何を襲われる？セッターを持ってきてますけど、今日の昼は多分配信できないところでもあると思うので、エリア的に高原の牧場で風の音が、あ、予定ルートじゃない道だこれ。新しい道かこっち。あ、じゃなくて街の中の細い道の方通ろうと思ってたな、そういえば。また道間違えてたな。まあどっちしろここで合流するんですけどね。残念。今日は快適かというと基本的にはバッチリですね。ただ風がちょっと強い。新しいなぁ。で、今はウォーミングアップ中。花粉はですね、ちょっと症状がある感じなんですけど、まだ大丈夫。PM2.5 流行り言葉使うの恥ずかしいよ、なんだか。時事ネタってはキーワードだけやたらと目立ってるから、なんか私は PM2.5 も早速恥ずかしくなってきた。駅が、あ、汚れてますよね。で、どこへっていうのは今日ですかね。西名峠っていう伊豆の私が一番好きな峠、天城峠よりも好きです。3人言いづらいず、言いづらいず、特徴ありますよね。えらいことなってる。駅、いや福岡の駅はもう都市部は汚いですね。タバコと唾で汚れてるイメージがありますね。いろいろとですね。うん、Web2.0 だっけ。風が今日も風強いです。先週もそんなこと言ってた気がする。そう、修善寺まで輪行してきました。どう、ネギ。帰りが、うん。私はゴブラしてないです。はっきり花粉症というほどの発症はしてないので、でもなんかそれっぽい症状あるんですよね。あとまあ1日だけ猛烈に目がかゆくなったことあるし、すごいまあもともとこのすごい大したすごいじゃないですからね。狭い、気をつけて。そうですね、狭いなこりゃ。おとりハット3天城、おとりハット目に、まあ、眼鏡かけてますね私が今、まあ、今に限らず四六時中かけてるんですけど、黄砂はそんなイメージないですけどね。どうなんだろう。そう、渋滞を起こさせてしまうとちょっと申し訳ないですね。ここら辺はまだ広くできる予算がない道を走ってるわけだから、譲り合ってやらないと。広島、犬かわいい。あ、梅、アベノミクス、梅の匂いが。昼飯はですね、確か伊豆の西の峠の近くの牧場の売店で前カレーとか食べた覚えがあるんですけど、確かいつ行った時だっけ。僕あれか、プラズマ的なもんかな、プラズマクラスター的な、プラズマクラスター。牛乳、多分牧場ならではの牛乳売ってると思いますよ。謎のですよね。プラズマクラスターのあれ、そう、私もプラズマクラスターっていう文字列からだとすると、蓄財、小金持ち、ソフトクリームが今日は60キロあるかないかぐらいだと思います。59号、あ、西側じゃない、東側、ん？ちょっと東側の道通れたかな、まあいいや。この辺りメインじゃないし、今日の。で、今日の景色的なメインは配信できない電波がないところです。プラズマクラスターとかあの辺り、そのエセ化学を使ってるということが、それ効果の方が上回るから使ってるんですよね。あれうさんくさいっていうのよりも売り上げに影響するから使ってるんですよね、きっと。抜かれて、なんで悔しいんですか。まあでもこういう車が多くて、そんなに走っててわあ楽しいというところじゃなかったら、とっとと走っていってもいいですよね。景色がいいところだったら、こっちの方が景色を堪能しながら登ってるとか言い訳できるのに。あと YouTube 動画ですね。今日頑張りません。ドリップスにこのスピードで、まあでも向かい風はあるか。何が？じゃあ勝負、まあいつも言われることですからね。なんか追い抜かれた時に毎回言われるコメントっていうのは、なんかそれほどイラッときてないな。宿配信するときに「デリは？」とかなんだっけ、ペイチャンネルは？とか4545とか言われるのよりはイラッとしないな。転んでしまえ。若いな。ですね。2倍ぐらい本当に違いますよね。4時間で伊豆一周すごいな。伊豆一周4時間。1周200キロぐらいありますよね。4、5時間で行けるか、伊豆を。テンプレですよね。あ、菜の花だ。スライム、スライム。そうそう、小学生並みとか言うと小学生に失礼な気がするから、低レベルっていう言葉を表現するのにスライムはどうかなとこの間思ったんですよね。このスライムレベルがいまいち、なんかスライムだとドラクエのグラフィックのせいで弱いけど純朴ってイメージがありますよね。もっと弱くて卑劣なモンスターがいいな。弱くて卑劣なモンスターがスライムです。食べろ。食べるのも専用。PM2.5 何回目だ。 PM2.5 感じますかっていう意味のキーワードを私が今聞き取ったのは今日もう3回目ですよ。今日というかこの一枠内で相当定期コメントになってるな。じゃああれか、 PM2.5 も無効化するか。読み上げで音素レベルまで崩した段階でPM という文字列が出てきたらもうそれで NG っていう、読み上げさせないっていう。いやPM2.5 って感じるもんじゃないでしょそもそも。今日は PM2.5 がひどいなとかそんな感じられるものじゃないと思いますよ。見た目でまあ空気がかすんでるっていうのはあるんでしょうけど、なんか煙たいなみたいな意味で今日は PM2.5 がひどいなっていう感じは多分しないと思いますけどね。しますかね。ザラザラするとかいうレベルじゃないし、プラナリアいいですよね。ちょん切ったら2匹に増える。首の近くでちょん切ると首が両方に生えてくる。あ、お鳥、あれ鮎のお鳥か。春霞もありますよね。今日気温高いし。プラナリアあれ目じゃないですよね確か。目みたいに見えるのって。ん、食べるところ。はい、西にいる。あ、これ一般区でやってます。私は花粉症はまだだと思ってたけど、なんかそれっぽい症状が昨日今日あります。はい、マスク。お鳥。これ鮎のお鳥ですよね。いや、この道はもう 4,5 回目かな。ん、何が喋るのが辛いかっていうのはなんだろう。お鳥鮎ですよね。花粉症にそれはないと思うな。花粉症は風邪と似たような症状なのに病気として認知されないっていうのが辛いと思います。仕事上も花粉症を理由に休めないですよね。あれがなんか花粉症のなんか社会的地位っていうのかな、かかってる人はすごく辛そうに見える。実際辛いですよね。病気扱いされない病気となる症状。結構病気なんだけどなあれ。山のてっぺんの木高いな。アレルギー性の病気ではあるんだがな。病気ですよね。花粉症と思うんですよ。うん。発祥の、本当ですか。そんなにそもそも鮎がいたのか。一回泊まりで5,000円から7,000円ぐらいの間で、あと食事は別に普段家にいる時でも食事はしてるんで、砂漠はまあそれプラス臨港の列車代ですかね。電車代まあ1万円はいかないですね。ガンマ何々、おう、なんでも、うん。あとは花粉症って日本だと4分の1なんでしたっけ、人口の発症してるのが。すごい率ですよね。あ、次枠。今日は暑いぐらいです。あ、聞こえない。すみません。じゃあ次置くかな、そろそろ。狭いな。お疲れ様です。じゃあ次はしめやかに取りますので。信じられない。かかってる人からするとそうですよね。じゃあお、自転車の人止まってる。まだこっち側かな。桜がロスタイムかな。お疲れ様です。道広くなった。いや、延長じゃないんですよ。ロスタイムのはずです。あ、あった。あそこで撮るかな。何ドームなんだっけあれ。よいしょ。入る車多分いないよ。準備完了。いらっしゃいませ。まだ上り速度は大丈夫だな。よし。いらっしゃいませ。これでよし。まあやっぱ人を崩す取るのめんどくさいですね。30分おきに2枠以上 やれるんだったら予約枠でもよかったかな。栽培マン。私のサイバーは自分で最初にホームページの名前付けた時にはどういうつもりだったかも覚えてないですが、いや今だともう一番悪いタイミングだな。今のサイバーサイクリストっていう意味は自分がどういうつもりかっていうのはGPS とかがないともう走れませんっていう意味の電子機器依存っていう意味です。あ、連続枠取り、あ、ツールによりですね。やっぱりツール変えるかな。いろいろ不具合も多いし、そもそもこれ、いつのバージョンだったかな。ケース300円、卵屋さんか。いらっしゃい。よい。桜は咲いてますか。桜はところどころで見ますね。あと梅ももう咲いてます。あの色は梅かな。なんか梅ガム的な色の途中で、ああ、高級食パン買ってきちゃったんですよね。確かどっかにまんじゅう屋さんがあったと思うけど、どこだっけ。なんかお寺さんの近くだった気がする。10年ぐらい前に大学時代の友達と一緒に走った時にまんじゅう、甘いもの全般好きです。こう桜餅、あ、桜餅もいいな。教育松崎というところは私が昔調べた時は桜餅の桜の葉っぱの生産日本一だったはずです。今どうかな、桜餅本体の匂いじゃないのに、桜の葉っぱ工場の香りがものすごく桜餅の香り。ああ、落雁ちょっと苦手なんですよ。汁気が一切ないのは、まあ嫌いじゃないんですけど、あまりバクバク食べられない落雁。そう、当時は確か桜餅葉っぱ日本一だったはずです。月餅大好きでございますっていうか、それが好き。つきたての餅ほどうまいものはないですね。藤部温泉が確か松崎の海沿いのちょい南の方じゃなかったですかね、石部は。あの辺り宿とかも多いですね。これ右のが狩野川。ぼたもちか、ぼたもち。ぼたもちと萩が私はいまいち区別がつかないんですよ。ぼたもちもあんこがコーティングされてますよね。うわー、すごいな。あれ山桜かな、葉っぱが一緒に。月餅餅じゃないですよね。中国での餅っていうのはまた意味が違うんじゃないのかな。餅、あとなんかなんだっけ、教会とかで儀式に使われる聖杯っていう聖なる餅っていうのもせんべいみたいなやつじゃないんでしたっけ。マジで餅、マジで時期によって違うのかな、考えが。もうコンビニはこの辺り来たらあんまりないですね。再利用。おはようございます。おはようございます。フォーチュンクッキーっていうのがありますね。あれはクッキーって名前か。月餅はちょっと乾いた感じだけど美味しいよね。月餅なんかいきなりまた桜だ。車減ったな。時期的なものもあるんじゃないですかね。年度末、いろいろと税金の無駄遣いと言われる時期でもある。くるみ餅もいいですね。前あれ岩手県だったかな、岩手県の何村だったっけ。何の話。あ、地元の方。地方。鳥取の餅か。区別がよくわからないな、そういう地域的なのは。なんだっけ。あ、こんにちは。餅関係で感心したのは、去年行った岩手県の一関市の餅サミット。結構なんか本当に餅料理が美味しくて、なんかイベント食の方が強いのかなと思ったら、B 級グルメもあれ美味しいのか一応。今日泊まるのは温泉じゃないかな。温泉が温泉地の近くなんですけどね。今日朝入れたのは6時過ぎです。本当は5時半ぐらい出ようと思ったんですが、最近私ですね、目覚まし時計かけてて、気がつくとはるかに寝坊してて、目覚まし時計見ると明らかに止めた跡があるっていうことが多いんですよ。今日もそうでした。目覚まし時計5時にかけてたのに、目が覚めたら6時前ぐらいで。で、いつもは7時過ぎぐらいですね。7時ぐらい。何しといたらせんべい現象、本当に覚えてないんですよね。そんなに目が覚めた瞬間の私は眠気優勢なのか、まあそうなんですけどね。寝なくて平気じゃない人です。私は自転車旅行中でも昼寝ばっかりする人間です。家のある受け止めるゴミ箱じゃなくて、あ、梅本当になんか朝起きた瞬間の自分は動物だっていう認識で対策しなきゃダメですかね。私は血圧は低めです。かなり上が100いかないことがよくあります。今の時速は10何キロぐらい、15キロないな、推定12キロまで遅くないかな。低血圧系です。目覚まし、それはそれで怖いな。血圧は上が100前後です。下ちょっとよく覚えてないですね。いつも上の方しか意識してない。糖尿病は遺伝子は入ってます。糖尿病の遺伝子は混浴、それは男か女かによって随分なんか評判変わりそうだな。100はかなり低いですね。ただし高脂血症のチェックにもよく引っかかるんで、低血圧でコレステロール値が高い、これ両方だと、高血圧プラスコレステロールだとさらにやばいみたいですけどね。混浴あります。混浴は2、3回入ったかな、北海道で。ただし江山半島だったかな、北海道の尻尾の右側の出っ張りのところ、あそこに海沿いの前水曜どうでしょうで大泉さんが心臓マッサージしながら入った温泉があって、そこに前島田さんっていう自転車ブロガーの人と一緒に旅行に行った時に入って、素っ裸で入ってるのは我々だけで、あとはみんな服着たまま足湯として使ってました。我々のその素っ裸の方が正式なのになんか肩身が狭い思いしましたよ、あの時。温泉美人、あ、でも興奮しねえわ。そう、 A さんです。 A さん、あれなんて名前の温泉だったかな。そう、マグナムヒロヒロ、あ、高脂血症120、あ、そんぐらいですかね。ドッキリ出会い、4月、あ、その4月以降にやってるんですかね、それは。今日登ってると暑いです。日陰はちょうどいいな。あそこなんて温泉だったかな。18光景、そんなに差があるのか、マグナムって。動画ない。でも写真はですね、私のホームページのレポートにあります。明日帰りは多分下田ですね。それか天城峠越えて修善寺まで戻ってくるか、ルートは2パターン考えてます。明日のルートは見せつけたら迷惑でしょうね。買い物はまあそうでしょうね。確かに個人商店みたいなのもほとんど見当たらないな。いや、あっちの道があるんじゃないかな。今日は1人で、牛は私は聞こえなかったですね。私のログには何もないな。動画検索、お、これどこだろう。なんか毎年使ってる看板っぽいですね。これは湯ヶ島線、修善寺山木湯ヶ島線、どうなんだろうな。あ、通行注意か。よく見たら通行注意だ。うわー、すごいなこれ。なんか海の中に沈めて、何年間も沈めてたみたいな鳥居ですね。鳥居がものすごいまだらです。どうやったらこんなになるんだろう。迷彩鳥居、表面がなんかこれは何神社か書いてないな。あ、あそこスパンスですよね。いや、コペットもちょっと違うように見えますけどね。名前書いてない、わからないな。笠原神社、あ、名前わかりました。あ、河津土木、藤壺じゃなくてですね、なんかなんだろう、苔みたいな感じかな。さっきの苔とか大変。で、昔はライト板に、あ、花粉症はちょっとあります。私は今日は花粉症っぽい症状があります。ライト板に商品積んできて、移動商店みたいなのやってるサービスありましたよね。最近ほとんど見ない。一関良かったですね。まあ、場所はもう本当に通過しただけなんですけど、餅料理は良かった。本当にいろんなバリエーションがあって、餅料理あれ今年もやるのかな、行きたいな。いや、GoPro使ってないです。普通のメガネです。しかし花粉症の花粉症関連の商品の CM とか広告はすごいですね。メガネの宣伝でも、メガネ以外のところの顔面が蛍光ピンクの微粒子でもう完全に色がついてしまっているような、あれはジンズでしたっけ、違ったかな。なんかその花粉の被害をどぎつい感じの広告多いですよね。餅が好き、天竜好き、天竜好きどうかなって。なんでトナカイなんだ。餅は6品ぐらい食べたかな。看板やっぱり効果あるのか。なぜトナカイ、バハスマーケットありますよね。まだって人口の4分の1らしいから。なんでトナカイなんですかね。おとりありますね。お、東京ラスクの工場見学、水ファクトリー。あ、そう、ブルーライトっていうのも最近よく言われてますよね。コンピューターのモニターから目に良くないブルーライトの成分が出ていて、それを防ぐとかいう、あれもなんか科学的な根拠あるんですかね。ラスク工場が1キロ先にあるらしいです。 PM 実際そうなのかな。お、無限軌道車だ。無限軌道だ。キャタピラー三菱、ブルーライト、私その歌古すぎて知らない。柔らか。あ、この曲は11時の曲だ。野菜。今の11時ですね。だいたい11時半じゃなかったっけ。ヨーデル、ヨーデル戦車かっこいい。10110式戦車じゃなくて10式戦車ですね。あれは読み方はドリフトしたりするらしい戦車が何してくださいって。この辺の人は戦車持ってる人多い。戦車か。Google メガネ、まあその辺りは使い方とかいろいろ制限つくでしょうね。寸髄草。何してますかって。あ、鳥海なんかそれどっかで見たな。泊まるスキーが来るっていう話。うん。走ってるとそんなに鼻水は気にならないな。ただ夜になってから目がかゆくなるんですよね。寸頭線の今日は寸頭線のあれ寸頭線でいいんだったかな。自然寺駅からスタートしてきました。熱海町会議に自転車自転車自転車旅行いいですよ。自転車旅行あえて自転車と言ってない。自転車旅行いいですよ。こんな道こんな道ここ知らないっていうのはどういうこと。鼻水はだいたい検査旅行中の鼻水はほぼここに集積されますね。拭っては乾いて拭っては乾いて、あの手袋のこのどこだ、タオル生地部分かな。ママチャリに、ああもう長らく乗ってないな。姿勢が違うから厳しいでしょうね、今乗ったら。グローブ嫌だ。ん？何がその？あ、その戦車が移動するためにってことか。コーティングでも自転車乗りの人はそうですよね。鼻水拭わざるを得ないですよね。まあ冬だけですけどね、鼻水がつらつらと出るのは。駿河銀行。パンクはするときはする、しないときはしない。私は配信始めた3年前ぐらいは結構してましたね、配信中に。あ、草餅だ、そうそう。まんじゅうじゃなくて餅だったっけ。仕方がないの、補給するかな。ってあれやってない？あ、いや、やってる。今ですよね。草餅だ。とりあえず草餅食っとくか、仕方がないから。買っていくというか食っていこうかと思って。ちょっとこれ倒れ込むと危ないか。あ、これ自転車のあれじゃないですか。あれ、ただ私の自転車これ乗せるの大変なんだよな。ちょっと待ってください、どうした？あれ、道草持ち、自転車のあれ、いい、仕方がなく補給、あれ。やった。この前方向が浮いてしまう私の自転車。あれですよね。ちょい休憩。あれ、ちょっとでも後ろ滑ったら川に転げ落ちそう。じゃあちょっと買ってきますね。買ってくるというか買う様子が映せるかな。ちょっとコメントとやり取りできなくなります。お茶もある。ちょっとお待ちを。あれバンダナみたいなのか、いました。河津桜満開で車を襲う。かっこいい。みんな朝ごはんはパイレーツ、わら、お茶いいね。時間中、職人さんみたいや。パイレーツオブカリビアンっぽい。今うどん食べ終わったところ。わらわら。さあ、今日はかっこいい。ちょっと動きます。切れたかな。今大丈夫ですかね。今電波切れたんじゃないかな、離れたから。で、もうちょっと焼くのに時間かかるんでお待ちください。映ってるのよ。っとこれ音が周り聞こえすぎ、一旦ちょっとスピーカー切ります。初見さんいらっしゃいませ。ちょっと今まともに対応できなくてすみません。ここでいいかな。そう前もここ前も来たことあるんですよね。でオートフォーカスに変更してお茶もあります。あったかいお茶。今日は冷たいお茶の方が良かったけどな。ていうか今日は暖かすぎ暑すぎよっと草持ちこれで写ってますかね。しかし写真がこれ白くなりすぎてまともにあっちこぼした、ちょっとこぼした草持ちで草持ち120円なんですけど自転車だとなんか100円でしたよ。自転車の人は100円ですからって言われましたよ。これ本当に自転車はぜひなのかな、たまたま今日だけのサービスなのかわかんないですけど、120円の草餅が自転車だと100円でございました。じゃあいただきます。こんにちは。もち米の餅うまい。なんかサービスなのかもしれないですね。だから100円じゃないからってここに来て買って怒ったりしないでくださいね。うまいうまい。ちょっとテーブルがうらうらしてるな。お茶無料です。あんを押してください。あん。カメラに向かってあんするのはどうなんだ。あと3分ですかね。おはようございます。草餅休憩中です。風が焼き目がうまいな、焦げ目が。学生さんいつもありがとうございます。あ、よもぎがはみ出してる。わかりますかね、このピッと出っ張ってんの。花粉はですね、ちょっと花粉っぽい症状は今あるんですけど、花粉症ってほどひどい症状じゃないです。目がちょっとかゆくて、ちょっと鼻水が見えます見えます。大学休みいつもありがとうございます。でもあんまり学生言われてると、私は心の中で自分のこと本当に今なんかすごいことになった。ちょっと待ってくださいね。今なんかえらいことになった気がするな。うわー、大丈夫かこれ、持ち上げられるかな。荷物を外してまあなんとかいけるかな。今1回転して下に落ちましたね。風がちょっと川の中に入ってるんで、あ、そうだ、一応カメラどっか置いとくか。なんかえらいことに、なんか今1回転して落ちましたね。多分大丈夫だと思いますけど、ちょっと荷物外してやれば持ち上げられると思うんで。よいしょ。すごい。どっから走ってはるんですか？え？行けますか？そしたら、自転車がポトンと一回出たら、そこ踏んだらあかんよ、踏んだら。もっとややこしいことになる。これだ。いや、こうすれば。ありがとうございます。これはブレーキ的なものはないもんや。いや、ありますよ。スタンドというか。あ、スタンドはこれついてないんですよ。バラして黒詰めして電車に乗せたりするんで、私もめんどくさいからもうついてないんですよ。うん、それが一番ですね。行けますか？頑張ってください。写真撮るの忘れてたな。おはようございます。大丈夫大丈夫大丈夫ですとも。愛を取り戻せ。いらっしゃいませ。本当だ。よし。お待たせしました。よっと止めてこれる。何の話だ。映像まだ来てないですかね。うん、大丈夫でした。あ、大丈夫かどうかまだはっきりわからないけど、自動ワクトリー、時間的にな。よし、でちょっと待ってください。一応自転車はですね、特に乗れないような問題は見当たらないです。ダメージ見当たらないです。何お尻アップ、何私のだったらまだいいけど、他の人だったらやばいな。助けて、あ、荷物受け取ってくれたり、自転車受け取ってくれたりしました。ほら、これ。いや、ノーダメージかどうかまだわかんないですけどね。荷物も一緒に転げ落ちたんで、荷物の中で、外に出っ張ってって外れやすいものはなかったよな。おしやぶは最悪。で、綾鷹がですね、水路の中に落ちて引っかかったんで、それを取ろうと思ってつま先が水路に浸かって、今つま先が濡れました。予想通り多分私はフラグ的なこと言ってるはずですね。その直前にあれだと川に落ちるなとかなんか多分言ってたと思うんで、動画だとそこなんか重点しないとな。重点、まあ今日はあったかいからっていうか暑いぐらいだから、あ、つま先が濡れても平気ですけどね。よし、フラグ建設何やってるんでしょうかね。言いましたよね、それ重要で、次にここ来るときにはこっちの方向にちゃんと自転車つけないためですね。この前輪が出っ張りそうだからと思って、私はさっき写真がさっき撮った覚えがないんですよ。撮らなかったかな。動画から切り出せばいいかもしれないけど、ああ撮ってない、慌てて撮ってない。ああ、さっきのイベント写真撮ってないなんて、やっぱり慌ててましたね。水が流れてたんで、電子機器的なものがなんか被害を受けてたらやばいと思って結構焦ってたんですよね。その平気な風な口調はしてましたけどね、できるだけ。あ、ごちそうさまです。あとこれ、あ、これは生放送中なんですよ。趣味なんですけどね、個人の。ええ、こっちで今映ってるものが今インターネット通して携帯の回線使って全国で、あ、さっきは散々映しましたごちそうさまです。あとさっきそこで自転車が風にやられて落ちてしまって、川の中にいや、もうすぐ上げられましたけどね。そうだから、あそこ向き考えないとまずいですね、乗せるときには。さっきやると逆に乗せてたんですよ。そうそう、これ逆側に今さっき乗せてて、ね、これをこっち側に乗せてたんですよ、ね、でこれが後ろについててこうなってたから、ちょっと風が吹いたらスルッと向こうに落ちてしまって、これ一番端っこに寄せてあるのはもう車がここに来れるようにってことですよね。うん、うん、じゃあやっぱり乗せるときに気付けなきゃダメだな、これは。ねえ、うん、ねえ、ああ、ロードバイクのドロップハンドルですね。これはいつ頃からあったんですか、この自転車の乗せるやつは。ですよね。あ、なるほど。ぐらいかな。最近自転車が増えてるんですかね。あ、そうですか。私も10年ぐらい前から何度も来てるんですけど、確か前ここでお餅食べたの10年ぐらい前だと思うんですよ。あ、30年、すごいな。あ、そうなんですか。一昨年の10月に壊しちゃったんだけど、あったからね、食堂があって。ああ、それも変わったんですね。そう、餅のことしか覚えてなかったんで。みんなこういう書いてるからね。わざわざさっきこれ逆に載せたんでそうなっちゃったんですよ。大丈夫だった？今のところ問題なさそうなんで。まあ他に同じことやる人多分いないですね。わざわざ逆に載せる人は。ごちそうさまでした。今ならブスとつけますよ。BSP。そうか、前こちらに建物あったっけ？覚えてないな。本当に10年ぐらい、まあいわゆるおばさんですけども、さすがに今のお姉さんっていうとあれなんですけど、30年やってるらしいですよ。ここすごいよな。あ、そうそう、荷物がですね、鍵とスパゲッティとあとグローブあるから、なくなってるものは多分ないです。バッグは閉まってたんで。あ、でも狩野川なんとかライドっていうのやってるはずですよ。あと確かですね、前10年ぐらい前に大学の時の仲間と来た時には、誰かがこの辺でパンクして水路の水を使ってパンクの穴を探した覚えがあります。ロボ心、それ私の精神活動全部を指してますよね。あ、荷物は大丈夫でした。幸いこのキャリアに引っかかって、で自転車は上下逆にならずに1回転して落ちたんで、というわけで私は大丈夫だったけど、自転車がえらい目にあったな。そうですか。あ、そうそう、この明徳院っていうのが確かこの辺りの寺社仏閣があったはずだけどな。明徳院だっけ、明徳寺だっけ。そう、猫のようにたまたま1回転して落ちたみたいですね。折りたたみ自転車がダメなのか。折りたたみ自転車はダメか。ダメじゃない。結論だけ言いますが、ダメじゃない。結論以上のことは言わない。転落。そうそう、今他の人もそうなるかもしれないから気をつけた方がっていうこと言った方がいいかなと思ったけど、私みたいに逆側につける人は多分いないですね。逆向きに乗っける人は。あと自転車の後ろが重すぎて、風が吹いただけでサドルから滑って落ちるっていうのは私ぐらいのもんでしょう。私に自転車 OK。 お前はあれ、ちょっと待ってよ、左でいいよな。OK、 忘れられないですね。さっきそうか、持ち写してたから動画の方には落ちる瞬間落ちてないんだよな。残念、一大イベントだったのに。あ、ガミ大丈夫でした。バッチリついてました。なんかこのなんて。お、タリング。あったの。すいません。すいません。でもいいですよね。いいことですよね。あ、ここは東京ラスクの工場か。桜ラスクとか売ってますよ。私ラスクはそれまで聞かれないんで、中に入るまではしないですけど。有名なんですか、東京ラスク。東京ラスク伊豆ファクトリー。防水でもありますね。水路だから流れていったかもしれなかった、落ちたら。傷、あ、そうか、どこか傷ついてるかもしれないな。伊豆で東京でしょ、それ。逆でしょ。あ、風早峠、こっち、まあいいか。今日は、あ、待てよ。いや、あ、違うだ。そう、私東京ラス食べたことないんです。どれのことだかわからない。泉平の稲荷、どこですかそれ。泉平渡れない、多いですね。うわ、今のところわかんないです。なんかテック、なんかハイテック。そう、今日のメインイベント終わりましたね。放送上は少なくとも峠は電波ないんですよね。西の峠が一番私景色いいと思います、伊豆の中で。ただ今日は空気が霞んでるからベストじゃないかな。私床知らないんですよ、それは。確かにそうですね。私、幅寄せされたっていう意識はないです、一見も。やむを得ず車のその反対側は別の車が来てて寄せざるを得ないっていうのと区別がつかないんで、あそこに止まられると見えない。そこに気温は20度いってんじゃないかな。と言ってる間にチャンスを逃した。信号、横断歩道はあるけど、あそこ信号ないんですよね。さてどうだ。あ、チャンス、チャンス、チャンス。千載一遇ってバイクちょっと今バイクの人迷惑だったな今。すいません。千載一遇、つまり 0.1%。というわけでここからなんでハイブリッド。そばですか。常連の滝あたり、そばあれは有名なそばだっけ。車止まらないですよね。自分の後ろの車に迷惑かかるっていう意識もあるだろうから、なかなか止まる勇気もないんですよね。これそば寿司。ああ、米粒の代わりそば使ってるやつかな。食べたいな。もう今日は高原牧場売店みたいなところで何か食べるつもりです。しかしこのペースだと。昼食うのは14時か15時か、そんぐらいかな。15時になるとさすがにまずいな。宿は夕食頼んでるので、あ、知ってます。問い。西伊豆スカイラインが有料の時ですかね。今無料で通れますよね、西伊豆スカイライン。あとは1泊2食全部足して5500円のはず。西伊豆なんか海の幸的なイメージかな。この、何号線だろうここは。そう5500円、まあライダーの宿って感じで、相部屋になることはあるみたいですけどね。普通の民宿とはちょっと違う。ここはまだ59号線じゃないです。59号、これは何だろう、県道かな。いきなり静かになった。僕も今から近場探索してきます。それではまた今夜。また今夜。ああ、今夜電波ないかもしれない。宿は。伊沢牧の湯ヶ島温泉。ああ。いや。今日は寒さの心配しなくていいからいいな。明日は。南のジャイシ峠が第一候補です。ジャイシ峠。車、観光の車ですよね、多分。西伊豆から沼津、いや、西伊豆の海岸沿い、私は前走って死ぬ思いしてからはいっぺんも走ってません。あそこの道怖いです。怖いというか、きつすぎます。車はほとんどいないんだけど、アップダウンしかないから、あっちの海岸線。100m、200m の上りが全部でいくつあるんだったかな。まあでもあれは気温が高い時だったっていうのもあるかな。私はなんか海沿いのアップダウンっていうのが苦手です、どこも。でも山だったら登るだけ一旦登って景色もいいし、なんか達成感とかあるんですけど、登って下ってっていうのを繰り返すとか苦手ですね。川、どこの川。西伊豆じゃありますよ、ありますよ。いっぺん走ったから知ってる。料金所でいくら取られるの？料金所、西伊豆スカイラインのことですかね。あそこは無料のはずですが、あ、いや低くしすぎてた。ロボさん価格は10円です。価格。あ、くしゃみが、あ、くしゃみが出そうなのに止まった。あそこでも道もいろいろ変わってるかもしれないですね、10年経ってりゃ。西伊豆、泊まる分には好きですけどね、雰囲気的には。遊び屋さんだ。ここにもおとり。静かになりましたね。いいな。おとり屋さんも多いな、この辺り。川のすぐ近くだし。そうそう、私はそんなんでもないです、まだ。完全な住宅街だな。住宅街かな、わさび。旧道、そうですね、こっちは旧道っぽいですね。で、富士山は、どこだっけ、だるま山レストハウスだったか、ドライビンだったかの近くの、ていうか、あそこの駐車場からの富士山が一番すごいですよね。確か知ってる範囲ではそうです。そうそう、わさび田多いですよね。いいなぁ。タクシー屋さんだ。水がこの辺り本当にわさび田が山の方にいっぱいあります。わさびソフトありますね。あれは結構その風味だけのやつとか本当に辛いやつとかいろいろあります。結構辛いやつが多いかな。この先山間部につき凍結幅もいいですよね。上りはこの辺りからか、この先からかで、電波もこの先なくなります。杉枠まで入った先で電波終わるぐらいじゃないかな。エリア地図によれば研究所、新宿、あ、新宿って地名ありましたっけ。あ、もう止まって気味か。自転車今のところ大丈夫っぽいです。ちゃんとチェックしてないけどもう切れてるのか。ベニヤ。あ、本当だ、新宿だ。あ、電波もうないか。ツーリング、あ、バイクの人たちは映ってましたかね。ここから向こうにぐるーっと回り込んでいくので、何が多い。あ、湯の道だ。そっか。この先峠の方に行くともう完全なくなります。新宿って全国にいっぱいあるぞ。新宿、まあなんとか塾っていう。新田とかと同じ感じですかね。今左手が川になりますね。多分狩野川の支流のどれか川。外野原宿、ああ本当にそうかもしれないですね。林道は伊豆の林道って割となんか少ないみたいで、私が行ったことあるのはだるま山林道、前舗層のだるま山林道とそこそこダートの大鍋林道、大鍋越えだったかなっていうところ。ちなみに大鍋越えっていうところは今日の宿のところから登っていった先にあります。水ダンサーに、近くになんて川越の方か。そうなの。人気お姉さん。何の話。まあ田舎ですよね。一応山間部だけど温泉地だから結構店とか宿があります。みんなフォントが違って面白いな。今天気いいですよ。暑いです今日は。浄化層。渓谷ですね。さて、ここから本当に勾配きつくなるんだったかな。お、いらっしゃいませ。やっぱこういうとこいいですね。自転車で走るならこういうところ。あ、まだ母は本気出してないですよ。この母は全然本気じゃないです。あ、あれ、この三吉っていうところ前止まったな。あれ、前これ止まったの何の時だったっけ。友達と前来た時だったかな。いや、ちょっと症状があります。ヨドバシ浄水場。何の時止まったんだったっけ。花粉は平気なの？平気なはずだと思ってたんですけど、そうでもないみたいです。そう、三吉と書いて三好だか三吉だかっていう宿の名前を覚えてるんですよ。何の時止まったんだっけな。あの時か。若年。伊豆はでも久しぶりですね、来るのは。いつぶりかな。2年ぶりぐらいかな。ヨドバシってこの後しけ込んだ時ですかね。しけ込んだ時、しっぽりした時ですかね。そうそう、しっぽりってのは何の状態を表してるんだ。広くなった。水はでしょうね。そうそう、しっぽりのなんか厳密な意味がわからない。なんか陰微なニュアンスはあるんですけど、それ自体が何を表してるのかよくわからない。おお、これ神奈川の支流の一つだと思います。なんて言うんだろう、ここ。釣ってますね、ああいう。桜屋、せせらぎ。どこか橋があれば川の名前書いてあると思います。ああ、まだそんな登らないな。勾配がきつくなってない。今標高230だからまだ200登ってきてないですね。このまま59号線通っていく感じですね。59号っていうのはこれのことですかね、今走ってる。あ、ここだ。三好だか三吉だか。そうです。あれ、こんな立派なとこ止まったっけ。名前が同じだけど違うところか、もしかして。いや、今日はライダーハウスと民宿の間みたいなところに泊まります。細やかな様、細やかな様、なんか漠然としてますね。それがまあ定義というか、広辞苑かなんかに載ってたりするようなやつですよね。細やかなのか。じゃあなんか大雑把とか荒っぽい感じだとしっぽりじゃないんだ。そのなんだっけ、ラテン系セニュリーダとかはあれはしっぽりじゃないんだ。じゃあなんか情熱に任せてしまうようなのはしっぽりじゃないんだな。ああ、この温泉前入った。これは友達と前一緒にこっちから下ってきて、死ぬほど寒い思いをして、これ以上寒い中走ってたら風邪ひくっていう時にここの温泉に入って、一命を取り留めたことがありますね。しっとりとかなんかじめってないとダメなのかな。なんかしないで、うん、これは西に向かってます。別荘、あ、さっきのとこですかね。でもあんなところで止まったっけ、前。三好、島田さんとか四郎さんとかと来た時か、もしかして。ああ、電波なくなってきましたか。お茶か。あ、コーヒー沸かせる意識を持ってきてます、今日は。でもとりあえず峠まである程度進んどかないと不安で。さよなら。さよならって言われるともう爆発資産っていうのしか頭に浮かばなくなってるな。今ずっと忍者スレイヤーのトギアッター読んでるんで。うん。最初の頃はそうですね。で、一時期冷パンの時期もあって、あとは普通の短パンになったのが、もう何年前だろう。入れちゃった感じか。広いな。標高は道の峠 1000m は確かなかったな。700、800あったはずだから多分もう1射率も残ってない標高差。あ、この辺、あ、今比較は何だったんだろう。お、猫越え口スープスパ、あ、今日は多分やらないです。材料も買ってきてないし。コーヒーにはあ、こんにちは。今日は暑いですよね。今日は西名峠越えて、で松崎の方に行くつもりです。ですね。頑張ります。ね。ですよね。ええ。ありがとうございます。ええ、ありがとうございます。今電波来てなかったな。あれ、来てるのか。激励されましたよ、激励。結構なんか本当にこういうので精神的に癒されるというともちょっと違うかな。元気づけられるのっていいのかな。あ、休業中。天城越えは南に向かう方の道ですね。こっちじゃなくて。本当は59号だ。ああ、どんどんいい感じになってきた。まだ来てますか。そう、地元の方に声かけられました。やっぱり今日暑いって言われてましたね。暑いよ今日。まあでもまだ大丈夫かな。まだ長袖の腕まくらなくてもいいぐらい。そう、頑張るぞ。あ、ゴルフで。そうそう、女が地域によって1000人とは国の違いが。次枠は取るかな。一応取るか。茶畑は伊豆半島の中で茶畑であったっけ。見覚えないですね。茶畑、あるいは見たけど覚えてない。大丈夫です。ああ、空青い。この青さが今 GoPro2 っていう方で撮影してるんですけど、 GoPro3 だとなんか空の色がなんか変になる。シアン色になる。伊豆峠ないんですよ。少なくともフォーマーの地図見ると、もしかしたら au とかソフトバンク入るのかもしれないですけど、私が使っているホーム回線では完璧なエリア外になってます。時速12キロぐらい。もう私はサイクルコンピュータースピードメーターつけなくなってだいぶ長いです。本当に1日どれだけの距離行けるかぐらいですか計画立ててないので、ペースとか全く考えたことないですね。だからいつまでもっていうか、どんどん遅くなってるような気がする。北海道、そうそう、あそこです。現在地は持越川。眠くなる。私の声は眠くなると言われますね。抑揚に乏しいのか低音成分が多いのか、どっちもなんだろうな。もっとこう滑舌よく喋ったらいいのかもしれないですけどね。無理するのはやめとこう。あ、お疲れ様です。どこまであったかな、電波が。あ、テレビでもよく使ってますよね、GoPro。顔もちょっと撮影しとこう。割と川底が苔がある感じかな。うん、GoPro。あ、自動はやってないんですよ。FML との連携がうまくできなくて、私の環境は。お疲れ様です。タイツ脱ごうかな、どっかで。タイツもいらない、今日は。まあ、お疲れ様です。ないのがプライベート？どういうこと？もう一つ撮ってみるか。電波ひどいみたいだから通常配信で。まだ少しテンポあるな。あ、開始ボタン押せない。次は熊だ。条件接続した方がいいか。あれ、通常枠が開始できない。カメラ載せないな。じゃあ FML でやるか。しっぽり。こうして途中から通常配信にするかな。うん、これで1時間半経ったか。あ、あれ。ああ。コピーできてない。ちょっとどうだ。いった。どうですかね。転送速度、あ、上がってきた。ああ、下がった。電波良くないですね。電波よろしくないです。進みます。よし。ちらっとしか映ってないですよね。通常配信しようと思ったんですけど、これ声いってないかな。なんかまだ、枠の準備中みたいな表示になってて、スタートボタンを押せません。5分ぐらい経ったら準備時間も過ぎて始められると思うので、それまでキレキレの FMLE でいきます。あ、立ち止まるとなんか目が痒くなる気がするな。踊り子、金さん、わあ、この棚は結構すごいな。あ、たまに。もうこの先悪くなる一方でしょうからね。この枠でできるとこまでやって河津か。一人プレミアム一人がコミュニティに参加しました。移動した方が電波入るんじゃないですか。あ、今移動中です。真ん中が鬼門。ケアロボさん、真ん中私は海岸線の方が苦手ですね。東伊豆は車多いし西伊豆はアップダウンばっかりだし、だからこういう峠の方のところの方が好きですね。私は伊豆半島は。嫌いな峠はいいんですよ。峠は一気に登って一気に下るタイプはまだいい。そう YouTube 動画で、ちなみに今は GoPro2 の1080設定で撮ってます。動画にするときは720にしますけど。あ、声来てます。数分経ったら通常配信にします。なぜか今通常配信スタートできないので、ご縁この間の沖縄もそうだったんですけど、寒さを気にせず走れるのはすごくいいです。あ、これ浮上。こんにちは。黄砂感じるほど私は敏感じゃないです。空気は霞んでますが、どれが原因かわかんないです。おはようございます。まあでもどうしても黄砂と PM2.5 聞かれるのは仕方がないですね。なんか私放射能とかと同じイメージで、流行り言葉だからとか、なんていうのかな、流行り言葉だからとかよく知らずに使っている風な感じがっていう風に感じられてイラッとしたりすることがあったんですけど、今の高速 PM2.5 は本当に全然そんなつもりで使われてるわけじゃないですよね、おそらく。なかなかこの辺りは一体とでやり取りしてると難しいとこだ。ダメか。そろそろいけるかな、通常配信。ちょっと通常配信にもうそろそろできるはず。したよっていうのは前はもっと悪かったってことかな。あ、押せるようになってる。じゃあ通常発信にします。ルーターをヘルメットにつければいいんですよ。ルーターこうしてスタート。あ、これで声は途切れなくならないかな。途切れなくならないですかね。途切れなくならない。ダメだな、それでも途切れそうな上り速度になってる。イベントで通常配信に、あー、切れた。なんでだこれは。ポタファイの問題か。いや、iPhone はあ、切れてる。ポタファイが落ちた。まだバッテリー切れになる時間じゃないから、熱か何かで落ちたかな。やっぱり落ちてる。そんなに熱くない。どうしたちょっと表出しとくか。ついでにちょっと補給。割ともそもそしてるな、このパン。あ、そうだ。あと今ここが、あ、さっき川に落ちた時に避けてる。あれ？立ち上がらない。お、なんかハングっぽいな。強制電源な、そんなに熱くなってないのに。なおローディング。そろそろ来るはず。今ここ出して、で、あれ接続せない。あれ？ああ、繋がってない。接続。ああ、もう厄介だな。じゃあ繋がってる。 PC がなぜか再接続できない。おたわいトラブル5。CC がおっつながった。つながらない。でもつながった後だけど、とりあえず状況経過だけでも、経過報告だけでもまあどうせもうこの後電波なくなるからこんなくではあるんですけどね。多そう。おっと、残り15分って正しいのかな。上り速度上がってきた。ですね、さっきポタファイが熱か何かそんなに熱くなってなかったんですけど、なぜか落ちて、でそこから復帰するのにえらい時間かかりました。お待たせしました。上り速度ずいぶん出てますね。ここは今ここもさっき出し直したんで場所わかると思います。今ここの URL を見れば。やっとくしゃみが出た。はあ、さっきから何度かそのくしゃみが出そう出なかったんで気持ち悪かったんですけどね。花粉多分あると思います。上り速度を上げたいところですね。じゃあもうこの枠できるとこまでやって、もう次枠は取らずに峠まで動画だけ撮りながら登ります。この辺り4センチです。くしゃみすると一瞬気持ちいいですよね。で FMLE じゃなくて通常配信です。これで声は途切れにくくなるはず。エリア的にまだありますかね。まあでもあと15分ぐらいこの枠やったら、そこからもう花から諦めていこうと思います。一応峠着いたら電波状況を見てみますけど、多分 100% エリア外のはずです。渓流でさっきいましたね。ほら、こう釣り糸をこう空中で何度もこう振ってピッとやるやつ、フライっていうんですかね、あれ。そう、釣り糸が空中に舞い続ける状態のあれ。あれやってました。あれって糸がなんか白くて太いからよく目指しますよね。ハムシって。なんか愛らしい感じの色ですね、あれ。伊豆の助色だ。ヒキガエルか。乾いてたらアマガエルの方かな。濃い緑色でしたね。今電波いいですか。湯ヶ島は今通過してきたとこです。これから峠に向かいます。ザ・フライ、怪人製造機みたいなやつですよね。あれ逆だ。あれがパクってんだ確か。ハエの映画。なんかシチュエーション的にはスパイダーマンの映画も似たような感じのとこありますよね。あっちはホラーじゃないけど。大概いける。対岸行こう、対岸行こう。そうしような。反対側行こう、川の。仮面ライダーのハエ男みたいなやつか。ハエ男っているんですかね。戻って対岸の多分旧道だと思います。あっちの方河原。振り出しに戻る。いや、振り出しまで戻んないです。電波いいね。電波いいですか。森高千里のハエ男だろ、うん、ああ、森高千里の、森高千里はさすがに知ってるけど、ハエ男っていう歌だかなんだかは知らない。こっちは多分昔も走ったことないんじゃなかったかな。なんか素直に向こうの道走ってたと思うんで、この道通るのは多分4回目ぐらいかな。ロボさんが今ここから消えた。わら。あ、今ここダメですか。パンクさん来ませんとも。良い景色ですな。ですね。こんにちは。え、桃咲いてた。ダブルわらわら。はあはあ、水は花粉症が似合うな。よくわからん。どういうこと。はあ、わらわら。桜はまだ咲いてないのかな。ダブル。桜はもう。カウス桜終わってるみたいですね。ほとんど今のも桜か。白梅桜わらわらだけのコメントは何なんだ一体。あ、わら。何何。やった。わら。ん？わら、わからん。山桜咲いてないの？山桜はさっきなんか見たような気もします。風がなければいい気候ですね。葉っぱと花が同時に出てるやつが確か山桜のはず。んああ、で、いや、なんて言われたっけ。いい道です、こっち。心には桜が咲いていますか。心には。しかし人いないね。一人プレミアム一人がコミュニティに参加しました。北朝鮮が暴発しそうですね。ですねって今のは、今のどういうイントネーションで、対応があります。どういう表記でそういうイントネーションになったんだろう。でも上り坂だと向かい風は上りの喫茶の方が上なんで。あまり強い風だったらあれですけど、それほど平地走ってる時ほどじゃないですね。違う原因でハーハーしてますね。お昼ですよ。お昼ご飯食べてくださいね。お昼、峠に着いたらお昼ご飯食べます。峠まではまだ西名峠が標高どんだけだったか忘れてしまった。まだ行けるかな。あ、この先、ああ、川渡れないな。また戻らないと。ですね。お昼は牛かな、牛。牧場の牛なんだろうか。短かったな、今のところ。あっという間に終わってしまいました、裏道。旧道っぽいところ。なんか牛市っていうと虫市みたいだ。車がないよ。車だいぶ少ないですよ、こっちの道は。せせらぎね。そう、せせらいでますね。出っ張ってる岩の水に浸かってる縁あたりが白くなってるっていうのは、あれはどういう水質なんですかね。見たことある。だけど藁の意味がなぜ笑われてるのかが分からん。養分、ああどうなんですかね。さっきああそうか、温泉成分とかかもしれないですね、この辺り。今ここなんでだ、やっぱり爆発してるからじゃないですかね。中で基本的にガソリンとかを空気と混ぜて爆発させてるわけなんで、で車と違ってバイクだとエンジンがむき出したからとかいう、そういう話じゃないですかね。適当に想像で言ってます。風が強くなってきた。ちょっと仁科峠を思いやられる。仁科峠の手前の風早峠っていうまんまの名前の峠があって、そこが今日はえらいことになってそうな。風が強い。あ、これはマイクの方もかなり風を吐いてますね。お、2気筒4気筒なんだろうな。2気筒の方が4気筒よりも4気筒と同じような馬力を燃焼室2つでやるわけですよね。西日本去年結構行ってます。 YouTube の動画の方にいくつかございます。いや、それより街案内した方がいいな。確か枠説明のどこかに過去の走行一覧っていう Google ドキュメントの URL があるので、それ見てもらうと放送始めて以来の自転車の動画があるやつは全部見られます。首都圏 YouTube はとりあえずサイバーサイクリストで検索すればタグつけてるんで出ます。何半島、房総半島は先週も行きましたね。あれ待て、あれは房総半島にインパルマは房総半島じゃないかな。今ここなんか確認しますかね。よっと、お昼です。さっき少しパンかじりました。どうだろう、お昼ご飯は峠に着いてから牧場のレストハウスに行こうと思います。パンかじります。電動？あ、いた。すいません、こっち側の問題だったみたいですね。今日は松崎止まりです。あ、山陰の。ちょっと暑いです。ガスボンベ事件は我ながらバタバタしすぎたと思いますね。でもあれは放送的には一番面白いイベントですよね、ああいうの。やったわ。今こうすいません、こっちが落ちてたみたいです。珍しいな。風が結構。今日はカレー牛丼好きやの。風が強いです。やった。そう、カレー南蛮なんとかかな。あ、ポプラ。ポプラやね。電動なしで電動チャリで。ゴルフ場か。カレーうどん、カレーうどんうまいですね。あとに、まだ枠取るかな、じゃあ。まだ電波来てますね。もうなくなるだろうと思ってたら、またなんか民家出てきたし。カレイ。いやー、次逆もじゃあ撮ってみますかね。私はカレー南蛮の健康セットでした。健康セット、カレー南蛮牛丼の健康セット。何が健康って、豆腐がついてるから。勝手にって。あ、大丈夫ですかね。あ、ただそっか、また枠取りするとしばらくは通常配信ではスタートできないんじゃないかな。そぼろ。花粉はちょっと症状出てます。豆？あ、豆ライブか。三頭。実家。なんか民家そんなに多くないから特定されてしまいますよ。あ、とりあえずお疲れ様です。ここの後できるところまでおこんなになんかいろいろあったっけ。ペンションもありましたね。ペンションティールーム、看板が古いからまだ今営業してるところかどうかわかんないけど、終わった。さてどうしようかな。ツールがうまく動かないので今はFML やるか。目かゆい。らっしゃい。やっぱり最初の5分が準備期間になってしまうな。あ、ちなみにこの和骨っていうのはですね、枠取りお疲れ様ですの略で枠をつ和骨です。YouTube の動画を見てるニコ生文化にあんまりニコ生見られてない方のために言うと、これでいいかな。来ましたね。また FMLE です。通常配信だとなんでか今ツール上準備期間として認識しているので開始できないんですよ、通常配信が。ちょっと意表疲れた今の風。少しちょっと重心が後ろに寄って危なかった。よし。じゃあまたやります。電波悪くなったら通常配信にして、それでもダメだったらもう放送諦めます。風がこれで寒かったら今日かなり辛かったですね。まあ暖かいのが分かってたから来たんだけど、この温度なら気温ならそう結構風強いです。突風が。頑張れ元気。フルガリガリ君。ああ、日向でじっとしてたら本当にガリガリ君も食えますね。風受けてたらそうでもないかな。いや、風受けてても食えるな。そう、花粉症発症している人にとっては今日はかなり辛いみたいですね。ああ、そう、10時半前くらいから黄砂注意。そうですね、特にここから今から行く峠の途中にある風早峠っていうところはいつ来ても風が強いです。だから今日はどんだけ得になってるのかちょっと、あれクラブハウスなんでしたっけ。ああ、鶴峠花粉症、私はまだそれほどでもないんですけど、ちょっと症状出てます。今目がちょっとかゆくて鼻水がちょっと出る。何がいいっていらっしゃいませ。本当にこれ峠着くの2時ぐらいだな。どこに行くのなあ、まだ標高400来てないからな。かゆいんですよね。まあいざとなったらスパゲティ茹でて食うことはできます。明太スパのふりかけみたいなやつ持ってきてるから。いやでも一応峠まで行くつもりです。峠まで行ってから飯食うつもりです。いや基本的にはもう十分春な感じです。あ、電波いいですか。安全第一、言葉だけじゃなく毎回言われるたびに言ってますけど、本当に気をつけ直さないとな。挨拶としてやり取りしてると忘れてしまう。安全第一よの風。バイクの人とかって風、これ大丈夫なんですかね。温泉、今日は途中温泉あちこちあるんですよね。時間が余ったら入っていきたいとこではあるな。そう全くこの陽気。北海道雪なのか今日は。事故る、ああ確かに奥多摩周遊道路とかの方がまだ状況的には救急車が来るまでの時間短いですよね。あ、いやどうかな、奥多摩周遊道路は人に気づかれる頻度は高いけど、救急車が出発する場所はどこにあるか。奥多摩だとやっぱり奥多摩駅周辺なんですかね。あの辺り病院とかあったっけ。自転車用オカリン、そう看板があったんですけど人には気づかれますよね。奥多摩に事故ったら救急車が来るまで1時間だけ2時間だけはかかりますって書いてあって、つまりこんなところで事故っても知らんぞっていう意味の看板が立ててあるんですよ、奥多摩周遊道路。ドクターヘリポートあったっけ、あっちは。そう、シャレなんないですよね。それはやばい。ドクヘリが行きます。ドクターヘリどうやって呼べばいいんだろう。伊豆って救急ヘリあるよね。飛ばすからでしょ。駅長は結構ヘリポートあったりしますけどね。ちょっとウエストバッグが緩んだ。ウエストが細くなって緩んだ。よいしょ。八王子にドクターヘリあります。八王子か。牧場は峠、あれ狭いですかね。なんか割と広いイメージあるんですけど、あそこ遠隔操作も流行ってるような。遠隔操作、消防署ですかね、なのかな。まだ勾配はそんなに上がってない。